猫って他の動物と仲良くなれるの？みんなこんにちは。僕はてなくん。僕は生き物学校の1年生。この学校はいろんな生き物がいて面白いよ。そういえば猫って他の動物と仲良くできるのかな？今日も猫ちゃんにお話聞いてみたよ。僕が他の動物と仲良くできるかって？そういえばよく猫と鳥や猫とハムスターなんかが仲良くしている動画あったりするよね。あれ？猫ってハムスター食べたりしないのかなって？実はね、僕たち猫は生まれてから3週間から9週間の間に出会った相手に愛着を持つんだ。だからきっと猫と他の動物が仲良くしているのってこの時期に一生の時間を過ごしたからなのかもしれないね。他にも犬、鳥、ウサギなんかとだって仲良くなれるよ。ね。でもこの時期を過ぎちゃうと仲良くなるのは難しいよ。特に鳥やハムスターとか猫が獲物にしちゃうような動物とはね。今日のまとめ。猫と他の動物を仲良くさせるには生後3週間から9週間の間がチャンス。それを逃しちゃうと難しいよ。特に猫が獲物としているような小動物の場合はね。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。